介護福祉試験解説シリーズ。この介護福祉試験解説シリーズでは、来年1月の介護福祉試験に向けて勉強中の皆様向けに、皆さんがここがすごく分かりづらいというポイントを中心に解説をしていきます。今回取り上げるテーマは介護保険サービスの分類に関してです。非常にたくさんある介護保険サービス、分類が非常に難しい、どこから覚えていいのかわからないというお声をたくさんいただきましたので、今回はそのポイントをご紹介したいと思います。この介護福祉試験解説シリーズでは、皆さんのコメントからもとにここの部分を解説するというのを決めさせていただいています。ぜひここも解説してほしいというご意見ありましたら、 YouTube のコメント欄で皆様からのコメントをお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。また個別の介護福祉試験に関するご相談ございましたら、ケアキョンの LINE からもご相談いただけますので、ぜひ具体的なご相談ございましたら、そちらからよろしくお願いいたします。それでは本題です。今回は介護保険サービスの分類に関してご紹介をしていきます。すでに勉強スタートされていらっしゃる方はご存知の通り、介護保険サービスすごくたくさんあります。ですので、いきなり全てを把握をしたり暗記をしたりするのは難しいです。今回はまずは大枠から把握をしていきたいと思います。大きく介護保険サービスですが、2つに分かれます。1つは予防給付対象サービスです。これはいわゆる介護予防のためのサービスでして、要支援1、要支援2の方が受けるサービスです。そしてこのサービス、都道府県が指定監督するものと市町村が指定監督するものがあります。そしてもう一つ介護保険サービスの分類としてあるのが介護給付対象サービスになります。こちらの方がより皆さんがよくイメージするものと一致していると思います。これは要介護1から要介護5の方が受けることができるサービスで、こちらのサービスも都道府県が指定監督するものと市町村が指定監督するもの、この2つがあります。そしてこれらのサービスを一覧化した表がこちらです。こういった一覧表をご覧いただいた方も多くいらっしゃると思います。いきなりこんなたくさんのサービスを覚えられないというふうに挫折した方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回はまずはポイントからご紹介をして大枠をつかめるようにしていきたいと思います。この表ですが、よく左側から説明をされますが、一番ポピュラーなのは右の真ん中のサービス群ですので、そちらからご紹介をしていきたいと思います。こちらが介護給付の対象のサービスでして、先ほど申し上げた通り、要介護1から要介護5の方が受けることができるサービスです。で、この中にもいくつか分類がありまして、いわゆる訪問サービス、これは訪問介護を代表とされるご自宅に訪問ヘルパーが訪問をして介護をするというサービスです。続いて通所サービス、こちらは通所介護デイサービスに代表されるように、ご老人の方、高齢者の方はご自宅に住んでいらっしゃいますが、定期的にデイサービスに通うというような形で利用するサービスが通所サービスになります。そして短期入所サービス、こちらは数日間入所するというような使い方で利用されるサービス。そしてその他のサービスとしても、福祉用具の貸与であるとか、ご自宅にいながらでも使えるようなサービスというものがあります。ここまでがご自宅にいながらして使えるサービスでして、加えて施設サービスというものがあります。別名居住サービスと呼ばれたりもします。こちらが一番皆さんにとってポピュラーな施設さんが多いのではないでしょうか。介護老人福祉施設、いわゆる特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、いわゆる老健といったものが、ここの施設サービスに分類をされています。ここまでが一番代表的な介護におけるサービスをご紹介させていただきました。ここから派生する分類として、いくつかサービスがありますので、ご紹介をしていきます。続いてのサービスとしては、地域密着型サービスというものがあります。この中も非常にたくさんの分類があります。地域密着型サービスですが、例えば代表的なものは認知症対応型の通所介護、いわゆるグループホームなどが非常に代表的なものとしてあります。先ほどまでのサービスと違いがあるのは、先ほどは都道府県が指定監督をするものでしたが、こちらの地域密着型サービスの場合は市町村が指定監督をするもの、こうした違いがあります。ここまでが要介護1から要介護5の方が使う介護給付サービスになりましたが、その手間、要支援1、要支援2の方々が使うサービス、こちらが予防給付対象サービスになります。
ここの予防給付対象サービスも大きく分類が2つに分かれまして、1つが都道府県が指定監督をするサービス、これは介護要望サービスというふうに呼ばれています。中身はたくさんのサービスがありますが、赤字で書いてある通り介護予防というキーワードがついていると介護要望サービスだ、予防給付対象サービスだというふうに分かると思います。そして市町村が指定監督をするサービスもあります。これが地域密着型介護要望サービスというふうに呼ばれるものです。こちらの分類の場合も介護予防というふうなキーワードがついているというふうに覚えると分かりやすいと思います。また試験でよく出る問題として、都道府県が指定監督をしているのか、あるいは市町村が指定監督をしているのか、こんな問題がよく出ます。例えば介護予防通所リハビリテーションはどちらが指定監督をしているかというような問題です。こういった問題に対しては青字で書かせていただいている通り、キーワードを見てみると分類が非常に簡単にできます。例えば小規模多機能というような形で小規模というようなキーワードが入っていたり、認知症対応型というような形で何々型というようなキーワードが入っている場合は市町村が指定監督をするサービスだというふうに覚えておくと分かりやすいでしょう。ここまで全体像に関してご紹介をさせていただきましたが、別の分類の仕方もあります。青で囲っている部分ですが、1つ目、居宅サービスというのは高齢者の方がご自宅にいながらして受けることができるサービスになります。そして施設サービス、居住サービスと言ったりもしますが、こちらは高齢者の方がずっとお住まいになるという意味合いで使われるサービスになります。そして地域密着型サービス、こちらは市町村が指定監督をする地域に密着をしたサービス。そして最後に介護支援サービス、これは介護予防支援、居宅介護支援という形で介護に関する計画を作っていくサービスというふうに覚えておくと分かりやすいと思います。今回は駆け足ではありますが、たくさんある介護保険サービス大枠を把握するためのポイントの解説をしていきました。最後に改めてポイントをおさらいしていきましょう。まず介護保険サービス大きく2つ、予防給付対象サービスと介護給付対象サービスの2つがあります。予防給付とついたら要支援1から2の予防給付サービス、それがつかなかったら要介護1から5の介護給付サービスというふうに覚えておきましょう。そしてよく出る問題として、都道府県の指定と市町村の指定、これは何もなければ都道府県の指定だ、小規模であるとか何々型、認知症多様型というようなキーワードがついたら市町村が指定をしている。そして別の分類として、ご自宅にいながら使える居宅サービス、実際にお住まいになる施設あるいは居住サービス、地域に密着した地域密着型サービス、計画を策定する介護支援サービス、こういった分類でサービスを分けることもあります。今回は介護保険サービスの分類に関して大枠を解説させていただきました。一つ一つのサービスに関してはまた詳しく参考書等に載っていると思いますので、今回ご紹介をした大枠を把握した上で一つ一つのサービスを理解していただければと思います。この介護福祉試験解説シリーズでは、皆さんからいただいたここが分かりづらいというリクエストをもとに解説するテーマを決めさせていただいています。ぜひコメント欄の方でこんなテーマ解説してほしいというご意見いただけたらと思います。また個別の支援に関するご相談もケア協の LINE でご相談に載っておりますので、ぜひいただければと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画で。さよなら。